いらないわ。私だけで実力を測ってみるわ。参加の勝ち。消え上がった。こいつ相当できる。まだそこを見てるの。うむ、この下より強くないわね。こうなって上がる。なんで霧のように消え上がるんだ。参加の勝ち。せっか様の体術ポテンシャルを最大限に生かした体術。この、檀家の滝、は能力じゃない？メリアちゃんの教えから得た純粋な力。そこに、原始支配、を加えて能力のバリアキラの容易に貫通させる石化様の攻撃は。とりあえずバリアで防ぐしかないか。そんなの何の足しにもならないわよ。完全必中の暴力化の剣術となる。つまらないわね、この程度か。この調子なら問題なさそうだね。あれ？いきなり何も感じなく。あれ？見えた。なんだろう、もしかして何か技を食らったのかな。え、さっきはよくもまあ、若しか攻撃してくれたな。今から死よりも苦しい屈辱を与えてやるよ。なんで、さっきまで石化様が圧勝だったのに。まさかさっきまで見ていたのは錯覚。今見てる風景が真実。助けます、石化様。危ないな、刃物は振り回すものじゃないぞ。白老剣心打ちか。なるほど、それがお前の本来の力だったってわけだ。吹っ飛べ。昨日の借りもあるわけだし、ここでお返ししとかないと礼儀がなってないってもんだよな。さっきのは能力、私が吹っ飛ばされるほどの威力を。時空支配、タイムレススライド。持続性攻撃、効かないって言ったんだがな。その程度なら俺の相手にもならないな。なんで、時間と空間、両方の支配に剣術を混ぜた回避不可の一撃を。まだ手はある、まだ私も全然本気じゃない。あれ、私ってどうやって戦っていたんだっけ。どうした、技を使わないのか。どうせなら昨日と同じ技を使ってみろよ。昨日私は、どんな技を。さ、覚えてなんかないよな、それでいい。そのまま、すべてを忘れてしまえ。そうすれば俺が失った道を教えてやる。私の新たな、道。さあ、出てこい、悪魔様の恩恵をお前にも分けてやろう。はい、風邪菌原子支配、ゼロ、おにくれい。いや、確かに持ちなさい、吐く。せっか様。いきなり私に向かって襲ってくるなんて、びっくりしたわ。ハクが能力を使ってきたらさすがの私も本来の剣を出さずにはいられなかったわ。バカな私でもこいつの能力がわかったわ。なんで、こいつには、効かないんだ。五感剥奪、理解力剥奪、視覚剥奪、主に神経剥奪、があんたの能力ってことね。結果様、その目、不愉快だわ。もう少しでも思ってからしまうところだった。悪事件打開の許可さえあれば。殺しはしないわ。まあ、ランズの皮剣罰くらいにしておいてあげる。調子に乗りな、とはな。バカな。しろ。消えた。上か。危なかったな、リクラ。熱心か、いいタイミングできた。どうする、加勢しようか。いい、互いに打開を制限されている以上あいつらに勝つのは無理だ。行くぞ。了解した。逃がすわけないでしょ。ここで落とします。悪事件グリッチ破壊。さて、これだけ派手に壊したら騒ぎになる。僕退散しないと。悪事件瞬間移動。くそ、逃げられた。まあ、貴重な情報は得られたから今回はこれでよしか。結果様、大丈夫。それは私のセリフよ。体調はどう？怪我は。とりあえず大丈夫、怪我はないし、気分も悪くない。よかった、早速だけどあいつの気配を追うわよ。さっきの間に取ったの、相手のオーラを。あとは街中歩いてこのオーラ室の痕跡を見つけてたどればどこに潜んでいるかわかるわ。せっか様、まさか能力なしでその技術を独学で身につけたの。監獄島の人以上の殺敵スキル、しかも能力なしで。さあって、どうせ昼だし、ご飯食べてからゆっくり探しましょう。せっか様、戦闘スキル以外にも細かいスキルを身につけてる。私がせっか様の戦闘スキルに追いつこうと必死な時に。やっぱりせっか様の強さは私たちより次元が違いますよ。行くわよ、反省はご飯中に着くから早く。はい。やっぱり昨日は言い過ぎたかな。パトニーとことか先輩のことだからあまり口出しするのも野暮だとは思ったんだけど。でもなぁ、言わないとあれはなぁ。相変わらず独り言がうるさいね、ロカちゃん。リンちゃんおっさ、アルタが世話になったねぇ。やっと治療が完了したよ。まさか久しぶりに会ったと思ったら全身血だらけの怪我のバーゲンセール。いやぁ、バーゲンには弱くてねぇ。あなた自身がバーゲンセール開いてたら元も子もないよ。りんちゃんはどうするの？もう国に帰るの？いえ、先ほど知ったんだけど先生も東京に来ているみたいだから挨拶したいなってね。だから待ち合わせがここなんだね。能力開発研究所東日本支部。
それじゃあ行こう、先生が待ってるよ。本当、リンちゃんがいるとすんなり中に入れるんだからすごいよね。さすがは局長のお弟子さん。茶化さないで、ちゃんと事前にアポは取ってるから。でも東京にいるってことはあの人も大会に出るのかな。確か2年ほど仕事が忙しくて出てなかったんだよね。今年はどうなんだろう。ごめんなさい、待たせたわね。先生。リン、元気そうで何よりだわ。リオ先生、お久しぶりです。東屋のところの娘だね、ロカちゃんも本当大きくなって。はじめましてリオ先生。はじめまして、気を楽にね、わざわざ個室にしたんだから。それでリンはわざわざ挨拶しに来てくれるなんて嬉しいわね。はい、結構長い間空いてなかったので。そう、でもごめんなさい、今日もそこまで長いはできないの、数分後には会議が入っててね。いえいえ、お忙しい中私たちのためにお時間を作っていただけたでもすごく光栄ですよ。リオ先生は大会に出るんですか？そうね、いつもはタイミングが悪くて出れなかったけど今年はなんとかなりそうだから。わぁ、じゃあ今回は荒れるね。何せ第1回、第2回の準優勝者が2年ぶりに出場するんだもん。そうだね、それはすごく番狂わせが起きそうだね。そこまで期待しないで、もう2年以上は鍛えてもないし、前線も立ってないんだから。私が大会に出る目的は大会に出てくる選手の能力を実戦で受けてみたい、研究の一環でって理由だから。そうなんですか、でも当たったら全力で挑ませていただきますね。リンは大会に出ないの？はい、私も先頭は2人に比べるとかなり劣るので。リンも出なさい、近場で劣る劣らないを決めていては自身の可能性を潰すことになるわ。まずはもっと広い視野で物事を判断しないと正確な答えは出せないと私は思うの。さすがリオ先生、その言葉うちの学校の先生に聞かせてあげたいよ。なら私も出てみようかな、もしかしたら案外戦えるのかもだし。そうそう、予選で敗退してもいいのよ、実戦を積み重ねて経験を積む、これが大事なんだから。はい、よし、もし大会でリオ先生と当たったら絶対に勝つぞ。アトリンとかアルタもボコボコにする、何せ指揮解放真打ちがあるからね。東屋の奥の手と一緒ね、それは楽しみだわ。それじゃあ私はもう行かないといけないから会議室に行かせてもらうわね。3人は好きなだけゆっくり進んでいってちょうだい、この部屋は今日1日空いてるから。いえ、私たちも用事がありますのでご一緒に帰らせていただきます。そう、ならまた、大会で会いましょう。それじゃあ荷物をロカちゃんの部屋に持っていこう。今から約1ヶ月お世話になります。どうぞどうぞ。さて、そろそろ終わった頃かしら。リオ様、もう用件は終わっていたのですね。あなたの片割れが来てたわよ。リン、会いたくなった。冗談、むしろあいつは唯一私が市場で殺したい相手だ。フノイさん、けど私からしたら最高の研究結果だわ。もう、今日の調整は終わり、帰らせてもらうけど。毒虫はどう、馴染んでる。言う筋合いはない、副団長だかなんだか知らないけど毒虫は関係ない、関与しないで。まあ、そう言うなよ、仕事の依頼がしたいだけだ。誰を指名するのかしら。8、あの子はいつもいい仕事をする。内容は本人に直接、集合場所はここね、裏道を使えばいいわ。了解、ご中を超えてまさか副団長から直々の依頼、さぞかし喜ぶでしょうね。そこは伏せておいて、まだ8ちゃんを死なせたくないでしょう。今毒虫が総力をかなり上げてるのは知ってるわ、期待している。新たな器も見つかったし、今日は機嫌がいい。傲慢、嫉妬、怠惰、暴食、器は4つ。次の犠牲者は誰かしらね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。